Okay, thank you very much. では2つ目の質問でですね、人材ネットワークの話をしていきたいと思います。まあここにおられる方はいろんな場所でもお話をされていますし、前に出て、まあ、ある意味しゃべっておられるんですが、まあ、皆さんを支えてくださるような中で、意外とこういう人大事だったんだよなとか、この人の助けがすごく大事だったという点、まあ、個人名出してしまうとあれなので、それは出さずに、こういう人がすごく、まあ、重要だったという点を少しお話しいただきたいなと思います。まあ、やっておられる 100% やっている主体、それから、まあ、行政というのは当然重要な2つだと思うんですが、さらに加えてという意味であればどういう人が出てくるか、もちろん行政の中のキーパーソンの話もしていただいて結構です。お願いします。はい、2つくらいに整理できればと思うんですが、1つは非常に地域のにこだわった話になりますけれども、私がこのことをいろんな人からサポートを受けて立ち上げようとしたときにですね、行政も含めてほとんど反対というか、やめた方がいいよと、それはもう無理だよっていう意見の方が確か多かったと思います。しかしですね、私がそのこととは全く関係なくですね、お付き合いをしていた地域の人たち、あるいは本当に飲み仲間って言っていいぐらいの人たちの中にですね、お前がやるんなら俺は支えてやるよと言ってくれる人が数人いました。で、その人の気持ち、あるいは言葉がですね、私を後押ししてくれたというふうに思っています。それともう一つはですね、いざ始めようとしたときにですね、地域事業として地域の人が頑張るのはこれは当たり前です。でも10万都市にですね、じゃあ自然エネルギーの知見が豊富な人いるの、あるいは市民出資をやろうとしたときに、そういった法的な問題も含めて知見を持った人はいるんですかって言ったときに、残念ながらないんですね。でもその知見を持った人は日本にある、あるいは必ずあるはずで、そういう人たちの知見を使わせてもらったり協力をしてもらう、この2つがですね大変重要だったし、そこがですね今私がひょっとすると前に立ってられる大きな要因だったのかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。まあ、よく町おこしなんかでは三物って言いますよね。よそ者と若者とバカ者ですよね。多分この中で言えば原さんはバカ者になっちゃうと思うんですよね。みんなが反対する中でもやると。で、外部から支える、まあ、我々もお手伝いさせていただきます。よそ者がいる。あと地域で、まあ、心が若いっていうのも一つの条件だと思うので、まあ、そういう若手が今もう何人も事務所を手伝っておられますよね。まあ、そういうところも一つ、やっぱり自然エネルギー事業であってもそういう町おこしと同じようなことが当てはまるのかなと聞いていて思いました。で、丸山先生お願いします。はい、ちょっとすみません、先ほどの話と若干かぶりましたので、まあ、一つは、まあ、ハード的っていうんですかね、そのビジネスとして固め、脇を固めるために、支える人っていうのは、これやっぱりすごく大事で、で、まあ、日本の場合だから、そういう人たちが脇を固めるのではなくて、メインプレイヤーになってしまっている、これが難しくなっている一つの背景かなと。というふうに思います。で特に例えば風力とか小水力とか、まあ、あるいはバイオマスでもそうかもしれませんけれども、結構その、メンテナンスオペレーション、メンテナンスとその経営判断みたいな、そういうビジネスとしてのリスクをちゃんとこう固めるというところが、立てるところまでみんな頑張っちゃうんですけど、その後が意外とおろそかになるんで、そこのこう足元を固めるというのは大事かなというふうに思います。で、あとはやっぱり人材とネットワークという意味で、まあ、原さんの場合は多分本当に地元にいて、地元で事業という形だったんですが、まあ、私たちの場合、例えば私は出身東京で、当時青森市に住んでた。で青森市に住んでて、 そこから離れた鰺ヶ沢、というところでやったんですね。で、で一つはやっぱりその県庁所在地レベルで その中核都市の人たちの、人材がやっぱりうまく、秋田のように今できつつあると思うんですけど、そういう人たちの役割というのはやっぱりすごく、重要になってくるんじゃないかな。
でこれはほとんどの地域、私はもう例外ないと思ってますけど、やっぱり地域地域にやっぱり私的利益ではなくて、やっぱりその地域の未来を考えている、ある意味地域のために働ける人って必ずいると思うんですね。でそういう人たちを例えば、先ほど言ったビジネス的な部分とか、あるいは、その仕組みを、作り出すとか、そういうところで、支えるということが多分大事で、特に、県庁所在地レベルでのそういうところで住んでいる市民とか、大学とかそういうところの役割というのは結構大きくなんじゃないかなと思います。最近地域公共人材という言い方もされるようになってきましたけれども、やはり地域の方で、そういう助けることができる人がいると、先ほどの第一セッションでは北海道の鈴木さんなんかは、とにかくやってみればいいんじゃないかという方をおっしゃってましたけれども、やってみるという人がいてもそれを必ずビジネス的に支える人がまたいるわけですので、そういうところをまた地域でできれば一番いいと思います。では、細川学長お願いします。これまだ始めようとしているところですので、どういう人材を求めているとかですね、どういう人材がいればいいなとか、そういう点でも、コメントいただければ。やっぱり3月11日の地震と原発事故があって、で一見日本の社会は変わっていないかに見えますけれども、それは次のものがまだ明確な形を取ってきていないからという理由だけであって、根底から変わる要素があるというのを感じています。というのは、先ほどの自然エネルギー の地域フォーラムを開いてみても、大変、注目度が高いということですね。そうすると、私も市民運動とか NPO に近い、ところで、政治家としても活動してきましたから、この話題についてやはりその市民運動とか NPO で、かなりその厳しい条件の中で、切り開いてきた人たちの功績って非常に大きいと思うんですよ。ただこの世田谷区88万人ということで見たときに、いくつか の種類の人たちがいて、例えばその区の経済界ということでいうと、実は、昔ながら の江戸時代から世田谷にいらっしゃった方々が それなりの顔役で経済団体の代表をしていたりとか、農業協同組合があったりとか、そういう意味で、古いその地域の中での有力者という人たちがいます。で皆さんの中にも大変関心が高いです。でそれプラス今度はその生活協同組合とか、あるいは NPO だと、あるいは市民事業と、そういう意味ではその古いということで対比して言うと新しいって言っても30年40年住んでる人もいるわけですけれども、でその2つ の人たちが同じ目的で、あるいはその事業としては形は違うけれども、その相互にこう乗り入れながらやっていくと。で、人材としてはですから、そういうそれぞれの立場の人にきちっと話ができて、で公平な情報をそのどっかに独占させるとかいうことをしないで、やっていける人というのがとても重要だなと。これは行政の側から見ても、その行政がいわゆる市民事業だったり、あるいは全くの事業としてこれやりたいという人も含めて情報提供していくためには、どっかの企業だけにこれここだけですよっていう話は絶対できないわけで、そういう意味でこの行政とそういったその市場規模で言えばものすごくチャンスだと思うんですね。でそういうところを公平につなぐ人、そしていろいろな社会的な立場の人とコミュニケーションがきちんとできて、多分原さんが言い出しにいるんでここまで来たってところあると思うんですけれども、やはり旗は振っていいこと言うけれども実務の詰めはしない人って多いですよね。だから両方できて両方できて、なおかつ私利私欲を求めないという方が何人かいれば、かなりがらりとこの社会変わっていくんじゃないだろうかと思います。
ございます。第1セッションでもですね、どうやって広めていくかというところで、やはり、オピニオンリーダーはこの中にいると、まあ、今日100人ぐらいいたら5人ぐらいはそういう人いるんじゃないかと、総連浜瀬も言ってましたけれども、まあ、そういうところをしっかり見つけていくというのは小さくても、まあ、大きくても規模にかかわらず非常に重要だということかと思います。それから、まあ、公の心という話をされましたけれども、うちの所長の飯田がですね、よく最近書いているのは、まあ、原さんなんかを見てですね、リーダーには3ついると。で、1つは、公の心をちゃんと持っている、私利私欲走らない、なおかつビジネスのセンスも、ちゃんとあると。で、3つ目にはやはり地域で信頼がされているという点を言っていますね。これもやはり非常に重要なことかなと思います。それをいかに見つけるか、まあ、うちなんかはよく飲み会なんかでもそういうのを気にしながらお話したりしますけれども、まあ、いろんな形で説明会とかを通じて、広めていくのかと思います。ありがとうございます。じゃあ、タミヤさん、まあ、こういう人材欲しいなとか、もうユーストリームで募集していただいてもいいんでぜひお願いします。そうですね、はい、今言っていただいた公の心とビジネスセンスと信頼という3つの点で、地域で一番、外からヘルプ人材欲しいなと思うのはビジネスセンスです。はい、実務ですね。ただ 実務はなんていうか、ビジネスベースでも補完できるかなという気もしていて、実はそこは第一ポイントには来ないんですよね。うん、そうですね、欲しい人材っていうのはやっぱり一緒に走ってくれる人は地域を超えてたくさんいる方がいいなと思っています。で、今はいろいろソーシャルネットワークでもたくさんつながれるので、そういう方の輪が広がっていくことが望ましいなと思っています。それから、ちょっと感じましたのが、先ほど、リーダーとその後ろにフォロワーがいる図を見せていただきましたけれども、私がここにこうやって呼んでいただけたのも、実は地域の中にそのもっとリーダーっていうのがいまして、そんなに、こういう社会的な311などの環境がある前から、その再生可能エネルギーの資源のポテンシャルを訴え続けてた方っていうのもいらっしゃいますし、あとは、実は市民風車っていうものが秋田の中にも3基でしたっけ、ありますし、また増えていくと聞いているんですけれども、そういうものを、立ち上げた方、ごく少数で立ち上げたというかやってらっしゃる方がいて、そういう方にいつもですね、こういう状況になる前からご相談をしたり、こういうことやりたいですよねとか、秋田 100% 出資の風車も1基ぐらいその将来欲しいですよねというような夢物語を2年ぐらい前から話し合っていたんですけど、そういう方がいてくださったことで、フォロワーとして私やその若い人たちっていうのが続いていけるなと思いますので、やっぱりそういう方たちとが大事だと。あとはやっぱり今運営している勉強会でも、手弁当で手伝ってくれる若い人たちが面白い面白いって言って手伝ってくれたり、あとはやっぱりコミュニティパワーっていう概念を通じて世界とつながれることにすごく好奇心を持って、そこになんか地のフロンティアというか、ずっと秋田にいるとやっぱりなんか毎日のルーティン、日常生活面白くないな、仕事面白くないなというところで、でもそういう機会があるんだったら外にも出てみたいという方たちが来てくださるので、そういう方たちが支えになってくださるというような状況です。はい、ありがとうございます。まあ、シンクグローバリー、アクトローカリーという話もありますし、まあ、ソーレンなんかはローカル、アクトローカリー、シンクローカリーとも言ってましたけど、まあ、それは全てつながっているのかなというふうに思いますね。ではちょっとですね、時間が結構あと20分ぐらいですので、仕組みの話をしていきたいと思います。で、ですね、まあ、今まで活動してきた中でこういう問題点があったと、まあ、これは事業のリスクは自分で取れっていう話なんですけれども、そうじゃなくて、ルールとかですね、行政のルール、国のルール、両方ですね、この辺でですね、今まで乗り越えてきた経験というのがあると思います。まあ、必ず壁があるものですけれども、壁を正面から叩き潰して乗り越えるとかですね、上を乗り越えるとか、回り道をして乗り越えるとか、いろんな方法があったりですね、ありますので、まあ、その辺も含めて、こういう仕組みというのがあればよりやりやすいとか、この仕組みなければもっとやりやすいというのもあります。それから地方公共団体、まあ、行政ですね、そちらの役割という点は、今でもいくつか話出てましたけれども、もう一度もし追加することがあれば言っていただければと思います。
じゃあここは、まあ、人と回りして最後補正にまたステファンに、また仕組みの話をしていただきたいと思います。では原さんからお願いします。はい、そうですね、行政との共同というのは非常に必要だと思います。それで、まあ、私どもの例から言わせてもらいますと、最初に公共的な建物に屋根を設置する際にですね、飯田市ではその公共財産の屋根を貸すについて目的外使用の許可をですね、いろんな議論町内ではあったと思いますけれども、20年間、まあ、私どものファンドの事業計画期間である20年間のですね、長期にわたる目的外使用を認めてもらったって、これがやっぱり非常に大きかったというふうに思っています。ですから必ずしもお金は言い出し実は一銭も出してないわけですが、そういった仕組みでですね、その市民事業を支えるということも結構大きなことかなと思います。それと同じようにですね、これからも私どもいろんなこう自然エネルギーなりを作って、あるいは取り組んでいきたいわけですけれども、できるだけ事業リスクというのはですね、抽出してそれに対策を取って事業計画を作っていくわけですが、リスクとして分かるんだけれども、どうしようもない事業ベースではどうしようもないリスクも出てくると、そこをどう行政として支えるようなですね、そういった仕組みができていくのか、ここも結構大事なところかなと。まさにここは保坂区長さんにも、コメントをいただきたいところですが、はい、そんなことも考えております。はい、で飯田市というと必ずこの20年、長期で貸してくれという初めての事例という話をするんですけれども、一方でまだ縦割りの壁みたいなのを感じるときはありますか。原さん続けて。すごくあります。具体的な例になりますが、その市民共同発電というか太陽光発電を設置してもうすでに7年ぐらい経ってきますと、当初それ予定されてなかったんですが、屋根の吹き替えですとかそういうことが、出てくるということになるんですが、でそこはですね、きちんと行政協力してやること、その吹き替えについては事前に連絡をして、こういうふうにしますよということになってるわけですが、そういうのが町内で共有されてない。ですからその、主管部署ですね、その建物を主管している部署とそれから建設部等の技術的な部署が、勝手と言っていいんでしょうかね、勝手にこう相談をして、いざ、設置その取り外す時になって言ってきて、そうすると次につける時に実はその吹き替え方法だと太陽光発電がつかないというようなですね、そんなことになってしまう。その辺を共有するようにということは今も飯田市にお 話をしながらやっているところです。はい、ありがとうございます。では丸山先生お願いします。はい、まず行政の役割ですけど、一番大事なのは、自らはエネルギー事業をやらないということだと思います。でやっぱりこういうものってすごくその自然エネルギーってやっぱり地域の自然条件によっていろんなそのやっぱりノウハウを蓄積していかなければいけない。これはもちろん社会のこともそうですけど技術的にもそうなんです。でそういうものはやっぱり蓄積していくために行政がやるとやっぱりその担当者がどんどん変わっていってしまうので、決してやらないという、これが一つ大事なポイントだと思います。で、もう一つはやはり、もう少しその社会的にじゃあ良い事業っていうものを緩く考えながらやっぱりそこへ、競争を促すような、で例えば、風力の問題でいうとその環境への影響で、これは手間とお金を無限にかければ、限りなくゼロに減らせる。でもその手間とお金を無限にかけると今度は風力事業が事業として成り立たなくなる。で、そういう意味で今実は手を抜けば抜くほど収益性が良くなっちゃうという、仕組みになっているわけですね。でこれをだから例えば丁寧に調査をする、丁寧に合意を作るということが、プラスになるようなそういう仕組み作りというのは大事だと思います。で具体的には例えば、デンマークなんかだ と、ある程度その公的、公的に存在するデータに基づいてここだったらもうアセスやんなくていいとか、あるいはここだったらまあ、事業者が判断してやってもいいけれども、反対運動いけないするされるかもしれないよってそういうランク付けをするわけですよね。で、まあ、まともな事業者はインパクトが少ないところに立てるわけですよ。
で、そういうだから良い事業を進めていくため の、 その仕組みを作るということはこれは多分すごく大事で、と同時に例えば世田谷区さんも、あんまりだからもう、いくら風力、自然エネルギーであってもそのなんか地域をないがしろにするようなところからは買いませんとか、そういうそのマーケットとして、そういう、そちらが買う側から支えると、ということも多分大事かなと。でまあ、日本の場合ある意味、有機農業とかでそこら辺 の、 仕組みあの蓄積は実はすごくいっぱいあるんで、結構応用できるものがあるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。そうですね、自ら行政やらないと、まあ、あくまで情報とか裏支えをするということと、まあ、選択のところでも役に立つんじゃないかということですね。はい、では、補佐課長お願いいたします。当事者として自ら行政が事業者になるといかに悲惨な結果がこれまであったかということを飯田さんからもよく聞いておりましたんで、まあそういうことなのかということで、実は世田谷区でも太陽光パネル1台取り付ければ10万円という補助金は実は今年から廃止をしました。だから額面から見ると予算少なくなってるんで、なんかこう一歩後退じゃないかなというふうにまあ、思う人もいるみたいですけれども、先ほど申し上げたようにやはり行政へのこう、まあ、信頼というものを、まあ損なわないように、まあ、情報を常にタイムリーな情報を的確に出しながら共同でそれをシェアできる、まあ、テーブル、まあ、それの、スタートが先ほど言った自然エネルギーの地域フォーラムだったわけですけれども、そういうものをこう、まあ、継続していくと。だから多分まあ、夏以降ですね、かなり初期到来ということで太陽光パネルなどのいろんな業者の方が派手に宣伝をしてですね、専門店ができますとかいろいろ展開があるだろうと思うんですね。いう時にどこでどう判断したらいいのってもう全くわからないっていう声がやっぱあるわけですね。例えば消費者センターみたいなところが世田谷区にありますけども、まあ、相談を受けてもまだ今のところはね、そういった知識がある、まあ、フェアにご情報を、まあ、いい点と悪い点とここを見てくださいみたいなことを言えるだけの人はいないので、そういうものをやっぱり整備しなければいけないのかなと。その、まあ、購入するということに対するこう消費者のサイドでの、まあ、チェックだとか問題点なんかを言うと、それから事業者とか意欲的な人たちに補助金じゃなくて、やっぱりこれからの時代はスペースですね、場所にをこう提供していくと。そうすれば例えば再生可能エネルギーに直接絡まなくても、例えば省エネ、ベンチャー企業とかそういうことも含めて立ち上がること、スペース代というのが一番大きいわけですね。世田谷区みたいなところではそういうことを空き家とか空き店舗の活用なんかで産業政策としてもこうやっていくということができないだろうかと思っています。またファンドもまちづくりトラストファンドっていうのはすでにあって、まあ、いろんな意欲的なその市民事業なんかにこうファンドを上げたりもしているというような活動も、まあ、すでにあるんですね。でこの分野で、まあ、そういった市民事業投資ファンドみたいなものを考えるということも一つかなと思います。からいろんな万が一の災害とかそういう時に行政がカバーする仕組みっていうのは、多分最初の今みたいな段階で構築してビルトインしていかないと、何かが起こった時にこの分野だけ補填しましょうっていうのは絶対できないので、そこはいろいろ工夫しながらぜひ現場の声出していただければと思います。ありがとうございます。情報という点でいうと私大学で非常勤講師もしているんですが、なんかこの自然エネルギーを増やす仕組みを考えてごらんと学生に出すとですね、価格 .com の自然エネルギー版があればいいんじゃないかと、まあ、電気版自然エネルギー施設版ですね、そういう話もあって情報の整備はやはり大事だなと思っています。で最後におっしゃっていたようなのは、自然エネルギーともう街づくり、街の計画、そこまで全て絡んでくるという話かと思います。それはまさに縦割りの壁を取っ払う計画になると思いますので、そういう点は非常に大事かなと思います。じゃあ最後田宮さんお願いします。まだと言いますか、自治体との直接的な関わりというのがあんまりないので、それはこれからの課題かなと思っています。世田谷区の
ふうに市長さんからですね、そういう形を引っ張っていっていただけるような自治体さんは、たくさん場もですね盛り上がっていくと思うんですけども、必ずしもそういうところばっかりではないですから、そういうところにどういうふうにアプローチしていくのかなっていうのは、ぜひですね、いろいろな方にお知恵を拝見していきたいなと思います。はい、さっき言い忘れましたが、今ちょっと世田谷区長として発言しましたけど、もう全国あっちこちの自治体で何かやろうとしているところとか準備しているところ多いはず でどこがやっているのかを一番知っているのが ICEP の皆さんかなと思います。で、基礎自治体で、連携して、うちはこういうやり方考えているよと、うちは、消費地サイドとそれから発電ができる立地とそれぞれ違うと思いますので、そういうその、交流フォーラムみたいなものも相当有効なのかなというふうに考えています。はい、ではそれは私たちの宿題ということで考えてみたいと思います。では、ステファンの方からですね、こういう今までのいろんな取り組みがある中で地域の、自然エネルギーのプロジェクトというのを、さらにやりやすくような仕組み後押し、デンマークですと投資の、条件として地元の自治体であることなんかもありましたけれども、他にも何か地域の自然プロジェクトを促進するような仕組み、もしくは自治体の役割というのがあれば、少しコメントいただけますでしょうか。Yeah, I think coming back to what was said earlier, the one really basic precondition is that you have some pioneers, local pioneers. How to mobilize them certainly has a lot to do with the cultural circumstances, so that's one part. But I think what's been mentioned here is also it's important to have also the business pioneers, because it's important that community-based renewable energy investment becomes a mainstream business model, a mainstream business model that will become the mainstream business model for the energy supply of the country. And again, a lot can be done. I think what I tried to present, that's why I referred to that in my presentation, is obviously the most important precondition in the case of grid-connected renewables is a good feed-in tariff, which has two elements, a guaranteed sufficient price and a guaranteed access to the grid. If you have that, it will be much easier for the business-minded experts to do the rest. You can, of course, have many other support schemes in addition to that. And there are some countries that have additional, or regions or municipalities that have additional instruments, like in Ontario, there is a community power fund that especially funds communities in the development phase. It's a similar fund in Scotland, where they're giving support, also technical information to the communities that want to do that. I would say this can be very useful in the initial phase when you do not have yet the... You will also need to work it right with companies like developers, and communities can do that. I don't think that a community now, they have the how to do wind measurement or how to purchase a wind turbine. This kind of industry has to be created, and also bear in mind, it's a huge opportunity. There will be thousands of jobs in such companies created. But as these companies are not existing at the moment, obviously, at least not the number that will be needed, it may make a lot of sense to have some specific support for such tasks. I think when we come to the next stage, where this is a mainstream business and you're sure you do the investment and the projects are really bankable and the banks know how to deal with it, then it might not be necessary anymore. Because then, even as it happens nowadays in some other countries, the developers, they go to the communities and suggest them, do you want us to develop a project here, and you can then invest? And so this would certainly be in the situation with Japan is something that could be looked into. And also, of course, that could be done via local energy agencies. They're quite common also in some countries, where you have a municipality setting up an energy agency that gives advice to, and again, that ranges from individual PV or solar thermal roof up to a community large wind farm.
So again, I think it's important we come to the point to have the right political decisions and the right frameworks so that the aim has to be make it a mainstream business model. ありがとうございました。で残り時間がもう5分切ってますので、ちょっとこのセッションでの質問というのは、なしにさせていただきたいと思いますが、最後に、まあ、オーナーシップと市民参加という、テーマでこのセッションやってきましたけれども、まあ、今後さらにこういうことをやっていきたいとかですね、まあ、市民参加の点でも、何かお考えがあれば、もしどなたか案があるかと言っていただきたいと思います。今後の見通しという点でですね、こういうことをやっていきたいとか、そういう計画がある方、何か、急に難しいテーマ振っちゃいましたね。次のビジネスというか、まあ、次の、プロジェクト、何か原さんとかお考えありますか。はい、そうですね、今やってるゼロエンシステムを今、今年度は飯田市以外にも少し広めさせてもらいましたが、これをもう少し充実してこの南信州地域全体で取り組みが進めば一番いいなと。それともう一つはやはり、固定価格借り取り制度が始まる7月以降ですね、やはり今までは、補助金をもらって設置するか、あるいは、ゼロエンシステム補助金なくてもですね、個人住宅ということに限られてたわけですが、これを地域の事業者たちの人たちとも連携しながら、まあ、リーディングカンパニーを中心、地域のリーディングカンパニーを中心にして、少しそういった産業用の太陽光発電によって、まあ、いくつかが集まってメガワットになるというようなですね、分散メガワットと言っていいんでしょうかね、そういったものにも、取り組んでいきたいなと、当面そのところが目標です。ですね、まあ、世田谷区で、これからですね、まあ、いよいよ固定価格買取制度ということが、まあ、あってですね、で少なくともそのこのタイミングを生かして、いろんなことをやってみようって、まあ、機運を高めようと、まあ、思ってまして、これは民間の人たちがやるシンポジウムも含めてですけれども、やっぱり今ここで話していることって一般の区民の方ってそんなに正確にはなかなかつかみづらいところがあります。で一番やはり分かりやすい点があってですね、やっぱり区役所は東京電力以外に接続したよねと、でうちはできないのかなと、でそれはまさに経済産業省に要請してですね、それはまあ前倒し実験プロジェクトでもいいから再生可能エネルギーの共同購入モデルケースなりテストというのをやらせてほしいということを今申し入れています。でそういう形で一般の家庭がどう選ぼうかといって、うちはクリーン電力を選ぶよというふうなことが一つでもこう見えてくれば横に広がるのは早いのかなと、まあ、でもその壁もちょっと厚いと思うんで、まあ、ぜひ頑張ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。大丈夫ですかね。はい、ではですね、このセッションではですね、まあ、いろいろな事例について、いろんな立場からのご意見等をいただいてまいりました。まあ、最初に整理した図ですと、100% やる、まあ、原さんや丸山先生の方もいらっしゃる。それから後ろから支える。それもいろんな幅があって、そしていろんな立場、仕事も様々ですし、関係性も様々ですし、そういう人たちがいる。なおかつ、小さな自治体だからできるのではなくて、小さな自治体でもそれなりの苦労はあるし、なおかつ、すごいことをやってきている。一方で、私は都会に住んでいるから何もできないということでもない。いろんな選択、情報をまあ、使っていく。そういった点で自然エネルギープロジェクトというものにいろんな割合で参加することができるということを示せたのではないかと思っています。で、ステファンからは世界の潮流、それからオーナーシップ、市民参加ということが自然エネルギーとの関係性、お金の流れだけではなくて気持ちの流れにもすごく影響してきて、コミュニティというものが自然エネルギープロジェクトとして非常に重要であるということを実証していただいたかと思っています。それではこのセッションを終わりにしたいと思います。どうも皆様、参加者の方に拍手の方をお願いします。